地声が低くてどうしても高い声を出すときに張り上げ発声になってしまう、高い声がそもそも出ないという人たちがどういうことを意識してミックスボイスを習得できるようになるのか、そしてミックスボイスを習得できない人はその人とは何を違ってやってしまっているのかというのも今日の動画で話していこうと思うので最後まで見てみてください。ヤッホー、この大学の皆さん、君のボーカル講師ゆきおです。今まで僕は何千人ものね、高音が出せない人の教育をしてきたんだけど、スタートはみんな同じところで声を張り上げて歌ってしまうとか、高音で苦しくなってしまうとか、まあそもそも高い声が出ないとか、僕も昔はそうで、声を高く出そうとした時に喉を締め付けて苦しくなって気持ちよく歌えないとか、喉を痛めつけている状態だったのね。で、最初の頃はミックスボイスの習得とか、高い声をどうすれば出せるようになるのかっていうのを、いろんなボイトレ動画をね、もうたくさん見て練習したりしたんだけど、全然上達しなかったのね。その時の考え方があって、今でもミックスボイスをいろんな練習とか高い声の出し方とかっていうのを見て、いろんな練習をしてるけど上達しない人っていると思うのね。それはボイトレスクールに通っててもそういう人はいると思うんだけど、地声をって張り上げてる状態からミックスボイスを習得した人と、それをやってるけどなかなかミックスボイスを習得できない人の違いって何なのか、意識がどういう違いがあるのかっていうと、そもそも練習だったり考える際の意識が違うのね。ミックスボイスを習得できない人が何を考えてしまってるか、どうすればミックスボイスを習得できるのかだけを考えてしまってるのね。これが結構大きい問題。じゃあミックスボイスを習得する人がどういったことをプラスアルファで考えてるかっていうと、何をしてはいけないのか、何をすることによってミックスボイスを習得できなくなるのかっていうところまでしっかり考えるのね。ミックスボイスっていうのはそもそも発声の基礎的なものなのね。すごく基礎中の基礎。そう、ベルティングが基礎的な発声だったとして、ミックスボイスはその基礎的な発声を身につけるためのさらに基礎なのね。だから本来みんな出せるべきである発声ではあるんだけど、過去の僕みたいに出せない人っていうのはたくさんいるのね。で、それは何で起きるかっていうと、間違ったことをやってしまってるから。間違った発声をしているからこそ基礎的なことができていない、そういった考え方です。ミックスボイスを習得するには臨場向上筋って言って、高い声を出す時により働く筋肉を鍛えて音域を広げます。そして息のコントロールとか、その声帯を伸ばす筋肉を鍛えることによってバランスを取れるようにして軽い発声っていうのを出せるようになるのね。そこから鼻腔共鳴っていう共鳴器官のコントロールをさらにできるようにしてミックスボイスが出せるようになる。だから手順はすごくシンプルなのね。けどそれとともにやってはいけないことをやめないといけないのね。力をすごく入れて無理に高い声を出そうとするとか、自分が楽に出せない高さを出そうとする、あと地声っていう話してる時のこの声のまま高い音を再現しようとしたり、この感覚を高音に持っていこうとする。あとは地声っていうものにこだわりすぎて、常に声に太さを加えようとする。それで結局、地声でより働く甲状腓裂筋っていう、声帯を縮める筋肉の割合がずっと多い状態で高い声を出そうとする。そうすると、もちろん力んでしまいます。で、このループを繰り返すのね。だから、ボーカルデトックスっていうのをしないといけない。何をしちゃいけないのか。これをしちゃいけないんだ。じゃあ、これをもう完全に断ち切ります。意識して、今自分が出せない、楽に出せない高い声はもう出さない。高い声は細くなってもいいから、自分が楽に出せる形で発声する。こういったことを意識して、やらないと体が覚えないし、体が覚えなければ無意識にできるようにもならないのね。だから他のボイストレーナーさんの動画だったり、実際にボイトレスクールに通っても上達できないっていうことが起きるのであれば、ここの何をやっちゃいけないのか、そしてそれを絶対にやらないっていうこの意識が足りないのね。
まあ、法大学のこのチャンネルではすごくそういった考え方の話とかもしてるし、これをやっちゃいけないっていうのもすごく話してるんだけど、そういった人に限って何をしてしまってるかっていうと、高い声の出し方、ミックスボイスの出し方、ベルティングの出し方っていう、そういったトピックの動画だけを見て、で結局一番大事な要素っていうのを見てなかったりするのね。なのでこの違いがあります。才能とかじゃなくて、自分の声質とか可能性の問題じゃなくて、シンプルに今やってること、やってないこと、意識してること、意識してないことによって、自分が上達できるか自分が上達できないかっていうのが決まってしまってるのね。法大学のチャンネルではもちろんいろんな知識っていうのを教えてるんだけど、あくまでその知識は全部自分の理想の声を手に入れるために使ってほしいのね。そもそもこの動画をここまで見ているのであれば、君はすでに正しい、もう自分が成長する道に行ってると思うのね。大体の人はこの動画をここまで見ないです。でそれは今すぐに声を出す方法とか、今すぐミックスボイスを出す方法とか、今すぐベルティング、力強い声を出しましょうって教えてるものじゃないから、本質的ですごく基礎的なものを教えてるから、それでも学びたい、それでも自分の成長のためにこの動画は大事なことを言ってるから最後まで見ようっていう意思があるからこそ、君は必ずね、上達できると僕は言い切れます。なのでこれからも一緒にいろんな動画を見て上達していきましょう。この動画が少しでも自分のモチベーションを上げた、または何かの気づきになったっていう場合は、ぜひ高評価をお願いします。すごくね、励みになるのでよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。